ガンガゼ野外音楽堂ガチエリア編でやっていきたいと思います。なんか前も似たような組み合わせがあったような気がしますが、だいぶ日が空いています。大丈夫かな。さあ、そして金モデラーが味方にいるということで、プロモデラー2枚看板 VS、ボールと2枚看板という因縁の対決、因縁の対決となることなのでしょうか。2番を投げて攻めていくよ。しかしあまり簡単に攻めに行くといったことをやらない方がいい。やめてやめて、お前はボールとか、お前はボールとか、危ない。そんな、おお、なんか知らないけど奥にいたようですね。しかし今相手は3人いない。これはかなりのビハインドを与えられるよ。気をつけて。しかし油断してはならない。こういった余裕のあるタイミングにこそ帯を引き締めなくてはならない。兜の尾を締めよう。おー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 、ほらね、こういうことあるでしょ。ほら、エリア確保されたらそういう時にこそ後ろ回ります。後ろ回って相手を引き離します。そして後ろから攻めていきます。このようにそうすることによって気をつく、相手への気をつく。おーい、いいんですか、僕のことをそんなにご覧いただいて構わないんですか。痛いですあれ、ちょっと待ってくださいよ。今2人こちらに注目していたから完璧にエリアを制圧するというね、素晴らしい作戦があったと思ったんだけれど、それどころではなかったような。味方今2人やられている。なんてこったよ。そこにいるんですね。さあ、そこにいたのは分かったんだが、問題こっちだ。よいしょよいしょ。これで間に合わねえのかよ。ここでなんとか止めてはくれたけど、そうか、スプラシューターか。うーん、ビハインドがかなりでかいね。うーん、大丈夫か。おお、いいですね。これはいい流れだと思うんですが、やっぱりちょっと9番の使い方が下手くそ。君は9番の解放のさせ方が下手くそと言われてしまうぞ。いけないいけない。さて、そしてここで雨が降っている中、後ろから打ち抜いて、でも打ち抜かれてしまう雨に、だから急いで逃げる。今日は傘を忘れているんだよ。こんな雨の中どこへ行くのと言われないように。行くよ行くよ行くよ。皆さんいいですか。ちょっと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 プライムシューター分かってる、君がプライムシューターだってことは。やめて、あぶわー、なんで二人がかり。人気者かよ。しかし人気者はなんだ、もう言葉が出てこないけど、ふわふわしてるか。大丈夫、人気者だからこそ勝てる試合というものがあるんだということを、ね、見せつけてやるのさ。お、いいね、9番ボムに引っかかっていますね。やめて、プライム。プライムさんは固定砲台として活躍したいという気持ちが大きくなる。遠距離武器はなるべく動きたくないなっていうふうに思うもんなんですが、そういったところに本気の、当たるんかい。やっぱスプラシューターか。コラボが減ったな、よく考えると。これ痛いぞ。これね、8までカウント取ったんだから勝てるっしょみたいなね、油断を持つ味方がね、いてはいけない。そして自分もそう思ってはいけない。そういう風に考えることによって間違いなく持っていかれます。やばいと思った時にはもう遅い。だからこそやばいと思う前に戦い抜く、そういった姿勢を見せていかなくてはいけないのですが、以上。ババババババ、やめて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 。おお、なんか知らないけど当たったぞ。確保されている。よいしょ、ここでストップ、大きいストップですよ。我々にとっては一大事です。よし、さあここでなんとか、やめて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 。おお、いいですよ、素晴らしい。ラピッドブラスターさん、ありがたいね。さてさて、40かだいぶ進んでるけど、おそろそろスプリンクラーを書き直した方がいいんじゃないか。気をつけてください。反対側から敵が来ないかどうかはよくチェックしておきながら、カーリングのピッチャーを定期的に発射していく。いいですね、一人スプラシューターを倒してくれているようですね。お、やっぱりな、見えてましたとも。オッケー、しかしいつの間にかカウントは進んでいたようですね。雨降らしも間に合わずといったところでしょう。オッケー、久々のガチエリア、幸先のいいスタートになりましたね。やはりプロモデラーの塗り力が2枚重なったら、それはもう相手もなすすべがないといったところでしたでしょうかね。いいですよ、ほどほどに上がっていきますが、
この調子でね、 S プラスと上がっていきたいね。お次は天美術大学、ガチエリアパワーがかなり高い。ここはぜひとも勝って大幅に腕前を上げたいところですね。お、ラピブラが輝いている。そして銀モデラ A 体まで来て、銀モデラということは本家本元といったところなんでしょうか。こちらも負けないようにいきたいところですね。さてと9番ボムか、下ですねありますが、これはどっちだ。9番ボムを使える人はどれぐらいいる。いたいたいた、やはりか。いいですね。さあ、そしてチャージャーが1人いるのがちょっと気がかりですね。お、いいですね。フォロー入ってくれたというか、いい感じです。そしてモミジの雨が若干降っている。しとしとと頭から降り注いでいく。気をつけろ。いつの間にかダメージが蓄積されてやられてしまうということもありますから、要注意ですよ。そしてここはこう、そういった方向でいきたい。しかしながら甘々ですよ。うめめめめ、ちょっとやめてやめて。レーザーやめんかい。恐ろしいでしょうが、泣き叫ぶぞ。こら、危ない危ない。一旦大幅に塗りまくっておいてからね。あー、やめて。覚悟ここで来ちゃったか。ちょっとしつこいロボットくん、ロボット君しつこすぎ。やめてー、やめてー。チャージャーさん届きませんよ、そこ。もうちょっと前に出ないとね。ここで止める、止める、私が止める、私が止めるんだ。止まってない。やっと止まった。ちょっとロボットゴン君、おっと、別のカーボンさんに引っ張られているようですが、あ、まあまあですよ。さあ、こちらの方も怪しいか。しかし、プロモデラー対決となっている以上、塗り力では同等レベルといったところでしょうか。何？何？やめろ、やめてくれ。反対側くるくるぞ、着地か。やめて、届いちゃった。くぅ、またスプラシューターかよ。いやー、スプラコラボが見なくなったと思ったら、途端に増えましたね、本当にもう。至るところからね、やってくる、そんな存在となりつつある。まあ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 、よいしょ。うわ、ここでリード、痛すぎ。うえー、ちょっと後ろ回られちゃったし、あー、やばいな、これ流れ完全に持ってかれたぞ。あそこ取り返せなかったの痛いのか、つらいな。あー、これ終わるか、まずいぞ。もう完全にスプラシューターに持ってかれたな、この流れ。取らして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 、ちょっとしつこいんですけど。あー、しかもプロモデラーだったのか、これ。だめだな、自陣まで完全に入られてる時点でな、見込みはなかったな。ちょっとスプラシューターをね、処理できなかったのが痛かったな、今回は。うわー、苦しいな。ガチエリアパワーが高くなると途端に勝てなくなるな。そして広角を食らわないようにだけはやっぱり気をつけていきたいところだな。さあ、ノックアウト取られてしまったのでもう1試合をいけるぞ。雨台でやっていこう。一気にガチエリアパワー下がったな。まあいいでしょう、1800だって高いからね。油断せずにいくぞ。そして、おお、スプラシューターシリーズが増えましたね。さあ、ヒーローシューターがこの中で一人どのような活躍を見せてくれるのかといった楽しみもあるわけですが、どうなることでしょう。こういったところに行っておいて、登ってくるよ、登ってこないよ。気をつけて、確保している。しかしこれが急激に取られてしまわないように気をつけて。反対側から、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 反対側から。ここでちょっとやめてやめてやめて。あ、バップね。今のはモミジか。よし、エリア確保。おお、全滅、これいいですね。入りましょう、行きましょうと言いたいところなんだけどな。あまり油断して突っ込みすぎるとそれはそれで負けるんで、やっぱり気をつけなくてはいけないかといって、せっかくのチャンスをね、棒にするというのも良くないところです。うわー、なんだこれ。レーザーの火力が残ってたってところかな。蓄積から蓄積食らってしまった感じ。しかしきついぞ。
ロボボムも鬱陶しいし、気をつけましょい。ロボットボムさん、やめてくれ、本当に。ロボットボムが軽く天敵というか、トラウマというか、いろいろな苦しみを味わう、ねえ、ハサミになりつつある。お、いいぞ、いいぞ。そしてチャージャーがここを見ている程度ならば、全然怖くはないのか。チャージャーが一番怖いのは、縦横無尽に動き回って、ひたすらいろんなね、味方、そして自分をね、ボコボコにしてくるという、それだけが一番怖い。うわ、着地あぶねえ、なんてこと、届いた。これでどうですか、取ってくれ取ってくれ、よっしゃ、これでカウント進んで吸盤投げて、よいしょ。しかしエリアの周りがかなり塗られているな、スライドエリアの周りがすごく塗られているということは、そのままエリア制圧まで一瞬で進んでしまうということ。うわー、ちょっと多いな。ちょっとなぜ二人がかりなんですか。きついなこれ。大丈夫か。おお、でもやられ率としては相手の方が高い。この調子できるかな。お、カウント確保、カウントというかエリア確保、いいですよ。いや、ちょっとこの塗られているところを塗り返しておいて、よいしょよいしょ、ここだ。多分スーパー着地どうにかしようと思ってるでしょ、あれは。そこには甘えさせないよと言いたいところだけど、助かってかー、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、着地、あれ弾き飛ばされた。くー、なんでこんなコンビネーションいいんだ、相手許さないよ。まあこちらがね、味方とコンビネーションを取ろうという動きがあんましてないからというのもあるのかもしれないんだけど、ちょっといけないな。一旦止めたい、一旦は少なくとも止めたい。ちょっとちょっとちょっと、これ多分上がってくるぞ。上がっては来てないか。チャージャー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 チャどのタイミングでやられてたんだ。やっぱ味方のフォローに、あれ、あら、またか、この またこのパターンか。嫌だぞ、ここで負けるのは本当にもう何度も何度も嫌だぞ。止まってくれ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 、ちょっとダメだなこれ、負けたな多分。ああ、ちょっとまた完全に流れ持ってかれてるもんな。はい、終わりみたいなさ、その完全に防衛戦が出来上がってるというか、あー、なんとも言えないな。途中までいいのにな、どっから食い崩れるのかっていう感じだけど、敵の多いところに不意に突っ込みすぎなのかな。いかんな、そろそろひび入りそうだぞ。まあ大丈夫か、さすがに2連敗ぐらいじゃまだ大丈夫か。すごいな、あと1回でランク上がりそうっていうところから2回も粘るなんてなかなかないぞ。まあいいや、とりあえず一旦ここで時間がちょうどいいので区切りたいと思います。ありがとうございました。